はい、今日の晩御飯です。今日はポークチャップ、サラダ、キツネうどんです。それでは食べたいと思います。いただきます。今はこうやってトンカツとかポークチャップとか食べられると、子供の頃ですね、クジラが多かったんですよ。今夜はとんかつとして言われて、どういうことですか、クジラカツなんですよね。今じゃそんな逆に高くて食べれませんよ。これも
ほんにビーフステーキとか食べた記憶はないですね。今から5年くらい前かな、会社の忘年会で串並べをやったことがあるんですけど、懐かしい味でしたね。はじはり鍋というので食べたんですけどね。で、クリシャンクは肉屋さんじゃなくて魚屋さんで売ってたんですよ。まあもう昔はスーパーなんかない時代で、肉屋は肉屋、八百屋は八百屋で、完全にもう懐かしますなものが決まってましたもんね。本当よく食べたな、クジラは。この塩さんのお揚げさんが甘くてうまいんですよね、これ。うん、うまい。
すごいな、うまい。あ、すごいさ、おいしい。これも最初よく食べるな。うまいですね。この間、最初から年末、全然調子の方が遅れずして前の座席に、まず間違いがあったので、この間新しい全然調子の量ですって書いてあったんですけど、
確定しなくしちゃったのに、今さら言われても困るなと思って、なんか修正申告しなければいけないみたいで、まだ足りないよ、これ。まだお腹いっぱいにならない。学生の頃は、先生、7個ご飯食べてました。朝2個、昼2個。夜に3個普通に食べてましたからね。もうそんなに食べられないな。ぬいもうまい。さあ、最後です。ナスズパウルです。もうさあ、なんか、こうやって食べ物を用意しないと食べないんですよ。朝のすぐ少し、まだ食べたい。ああ、よかった。
まだ食べたいな。今日も本当にありがとうございました。ごちそうさまです。